皆様こんばんは。 KPN の時間です。私、剣持、菅野がお伝えします。本日のニュースは、深刻なマスク不足を受け、ついに重い腰を上げた日本政府。しかし、問題の本質はです。ぜひ最後までご覧ください。概要。ドラッグストアからマスクが消え、ついに死者の総数が SARS を超えるなど、新型肺炎の感染拡大が止まりません。現在、至る所でマスク着用している人を見かけますが、マスク不足は全国規模で続いており、ついには国会でも取り上げられる事態となっています。今後はどのような対策が取られていくのでしょうか。詳しく見ていきましょう。不足している理由。2月3日の国会内で、橋本岳厚生労働副大臣は、増産要請を先月28日、厚労省及び経産省から業界団体に行ったところです。できるだけ早く品切れが緩和されるように関係団体に働きかけてまいりたいと考えていますと発言し、国内メーカーへマスクの増産要請をしたことを明らかにしました。現在は24時間体制で生産が行われているそうです。その背景には、春先の花粉症でさらにマスクの需要が増えることも含まれているようです。そもそもここまでマスク不足が深刻化している原因が少なくとも3つ挙げられるのですが、どれも中国が関連しているようです。1つ目は、こちらは大方想像がつくかとは思いますが、中国観光客の春節の爆買い。そして2つ目が、中国からマスクが輸入できなくなっていることです。現在、国内生産の4倍以上の量のマスクを輸入で賄っている日本ですが、そのほとんどを中国から輸入していたため、供給が追いつかなくなっているのが現状です。そして3つ目なのですが、非常に許しがたいことに、この混乱に便乗して転売目的で買い込む人がいるようです。これに関しては、中国人だけでなく日本人にも該当する人がいますが、医療従事者や受験生、子どもや高齢者、仕事上必要な方などの本当に必要な人に届かなくなってしまうので、やめていただきたいですね。必要なのは、今回のマスク不足が深刻化しているニュースについて、一気に流通が改善するのは難しそう。今の状況ではみんなに必要な分のマスクが行き渡らない可能性がある。すぐにマスクは大量生産で追いつくの？といったように、国内の生産でマスク不足が解決するのか疑問に感じる方が多く見られました。また先日、武漢市へ法人を迎えに行ったチャーター機に積まれた支援物資の中にマスクが含まれていたことに関連して、中国へ大量に寄付する前に日本の医療従事者の方が優先だったんじゃないかな。支援は理解しますが、相手が違うでしょうといった、マスクを届ける相手が違うのではないかという指摘も見られました。確かに医師が感染してしまったら、被害はもっと拡大してしまいますからね。そして、なんでこういう愚かな買い占めや転売が増えるんだろうね。あからさまに某フリマアプリや某オークションでとんでもない価格で売られている、こんな時に転売する人は天罰が下ってほしいという、転売目的で買い占めを行う人に対し激しい怒りを覚える方が多く見られました。誤解している人も多いと思いますが、マスクでは外気中のウイルスを防ぐことはできません。理由は、マスクの網の目よりもウイルスの方が小さいからです。医療用マスクというのもありますが、例えば N95 マスクは
細菌や花粉など直径 0.3 マイクロメートル以上の微粒子を 95% 以上突収できるという性能を持っていますが、コロナウイルスは 0.1 マイクロメートルと言われているので、それよりも小さく予防効果が高いとは言い切れません。そもそもマスクはウイルスに感染している人が他の人に飛沫を飛ばさないためのものなので、予防として使うものではないのです。感染者からの飛沫を防ぐというのが目的であれば予防にはなりますが、それならば最初から人の多いところへ近づかない方が賢明です。以上のことからわかるように、新型コロナウイルスの予防にマスクは必須ではないのです。ですので、高額で転売されているマスクを買うのは絶対にやめましょう。それを知ったので、私も着用をやめたんですけどね。深刻なマスク不足により、政府が要請を出す事態になった今回のニュース。しかし、本質的にはマスク不足よりも新型コロナウイルスに対する知識不足の方が恐ろしいということが垣間見えた気がします。混乱に乗じようとする転売ヤーの方々には怒りを覚えますが、私たちが正しい知識を持って対処すれば、こういう方たちは自然と淘汰されていくと思います。ウイルスが活発になる期間ももうすぐ収束すると見られていますが、油断することなく手洗いうがい、人混みを避ける等の予防に努めましょう。皆様も体調に気をつけてお過ごしくださいね。いかがでしたか？本日のニュースは深刻なマスク不足を受け、ついに重い腰を上げた日本政府。しかし、問題の本質は、でした。このニュースが面白いなと思ったら、チャンネル登録、高評価、お願いします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。また、次のニュースでお会いしましょう。